こんにちは。こんにちは。久々登場、ゆいちゃんです。はい、ゆいちゃんからご報告があります。と違うよ今日携帯は。はい、だーん、A フラなりました、ゆいちゃん。なりました。まあちょうど2年ぐらい前、ゆいちゃん A フラへの道みたいなタイトルでやって、それから一切何も更新せず、その動画は2年間かかって。かかりました。 A フラになれた理由は何ですか？いっぱい投げたからです。ああ、投げる量増えたね。あの頃こう投げたり投げなかったりがこうなんかこう突然投げなくなったり、店には来るけど投げないっていう実感がね、多かったかもしれない。まあまあ最近ここ3ヶ月4ヶ月ぐらい毎日のように投げて、レーティングその3ヶ月4ヶ月前は6ぐらいまで落ちてた。落ちてました。6ぐらいまで落ちてたとこからスパパパパーンと、まあだから投げ続けてた分感覚は養われてて、で投げる量が増えて技術と、修正能力とかがまあ追いついてきたのかなって感じで、2年前でも、あ、A フラにはなれるなっていうのは思ってたから、あの、にさ、この子 A フラの素質ないよっていう子にはあんなのはしないからね。ね、で、やっと頑張ったよっていう感じですね。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。で、今日は、まあ今後ゆいちゃんがもっと上手くなるためにと、あと今ゆいちゃんがちょっと横ずれが修正の仕方とかがちょっとね、いまいちまだ悩んでるところ、横にずれるみたいなね。だからその横ずれに対するその直し方じゃなくて、イメージ、横ずれしないためのイメージの作り方を今日はここでお勉強していきたいと思います。はい、それでは準備始めたいと思います。はい、えい、えい、お、はい、横ずれに対してのイメージというか、まっすぐ投げるイメージです。単純にこれ今ブルの真下にカメラあります。単純にこういう壁が2枚あるっていうイメージして、この壁の中で作業をする。何の作業ですか？ダーツを投げる作業です。ダーツを投げる作業ですね。ゆいちゃん構えてみて。はい。構えます。そしたら、これがボードから、ビヨーンとこう伸びてて、肩、まあ、もしくはここのね、背面、頭、後頭部と、ビュッと顔の幅ぐらい、この中で、そう、今当たったじゃん。当たった。まあ今これがまっすぐじゃなかった。勝手に手振ったから当たったんです。はい、どうぞ。これがさ、わかるよね。こうなってやそっち行っちゃうよね、うん。こうなってたらそっち行くよね。だから。こう2枚の壁があって、その中で方向を定める。でこれがちゃんとブル方向に向いてて、このもっともしくはこうしてやると、手をそうそう振ってみて、はい、そうすると横にずれなさそうでしょ、うん、だってこう振ったらそっち行くじゃん、こう振ったらそっち行くじゃん。初心者の人は自分がこう振ってるかこう振ってるか分かんない。だけど慣れてくると、あ、今左に手出た、右に手出たか分かる。それをどん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 、ほんのちょっとずれただけでも気づけるぐらいになるっていう技術、感覚
だからゆいちゃんは今レーティング10です。10の技術感覚を持っています。10の感覚だとやっぱりまだこれの幅が広いんよ。それをここまで振ったら分かるよ、じゃなくてこの段階で気づけるかな。ここまで振って分かってるんじゃなくてこの段階で気づけるか。この段階で気づくためにはこの壁をちょっと細めにして、まあ大体ブルとトリプルの間、ブルとトリプルの間ぐらいの幅、大体15センチぐらいの間隔の壁があると。でそのちょっと俺の後ろに、あ、それ1枚ここに置いて、そう、ちょっと待ってね。この壁の中で作業をすると、その感覚が養われてきます。この壁の中で私は作業をしていますっていうのをイメージして投げる。ただ実際にこれがあると投げれません。なぜかというと人間って体ぶれながら投げるから、少しこんな大きくは動いて投げてないよ。こうは投げてないんだけど、まっすぐ力を加える、まっすぐ動いてるつもりでも動いてんだよね人間って。こんな動いてない、ちょっとずつ少しずつ。ただ横にずれた時にこの壁からはみ出たなとかで、これまあ A フラになるとこんなちっちゃいね細いんだけど、 B フライトぐらいの感覚を養うんだったらもうこのぐらいでいいです。もうほんと30センチぐらいの幅の中で作業をしなきゃっていう感覚でいいです。まあイメージで壁があって壁があって壁の中で作業すればまっすぐ行きますよっていうだけです。はいはい、以上です。はい、そういう感覚を持って、ただただポイ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 って投げてんじゃなくて、ここに壁あります、壁あります、シュッ、投げて練習するのと何にもなくポイ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 練習するのだったら、練習の内容、密度、得れるものが変わってくるから、まあ横ずれした時にあ、思い出して壁の中っていうのを思い出してやってみるといいと思います。はい、はい、ということでゆりちゃんWA の道スタートですね。頑張ります。WA フライトへの道スタートしました。また途中経過、まあ報告あるかどうか知りません。また13ね、14になった時に発表するか、もしくはこのまま流れるか。さあ頑張りましょう。頑張って。頑張ります。WA の道スタートです。はい。はい。頑張ります。
うまいね。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てね。いいんじゃない？